い、こんにちは。今日はですね、能楽師が使う風呂敷、そして、風呂敷の使い方とトランクの使い方みたいなものをお話しようかなと思います。能楽師は基本的に、前の着物動画とかにも出しましたけれども、こういうものを必ず風呂敷に包んでるんですね。風呂敷というものはもう大体必需品です。そんな風に風呂敷をよく使うんですけれども、今回はですね、普通の皆さん、普通の生活されている皆さん、能楽師以外の皆さんにも有効なことかなと思います。そんな動画にしたいなと思ってます。何をするかと言いますと、トランクガラガラですね、キャリーケース、こういうものを、でどっかに移動するときに、なんか、どんな風な使い方をすると便利ですよというのをご紹介したいなと思います。キャリーケースでどっか行きますよね。で、私ら海外公演とかって行くんですよね。海外公演ってやっぱり、荷物が大変なんですね。能装束をトランクに入れて持って行ったりします。ですんで、その入れ方をまずやってみましょう。ではまず LL 版のキャリーケースに、まずここに装束を入れてみたいと思います。よくその時に活躍するのがこの大きな風呂敷。まあ、この大きな風呂敷はね、普通のお家にはなかなかないと思います。で、ですんで別にそこまで大きくなくてもいいと思います。120センチぐらいですかね。それぐらいの大きさの風呂敷があれば十分かなと思います。よいしょ。かなりこれは大きいです。こんなぐらい。よいしょ。もうトランクを凌駕する大きさの風呂敷です。これをまずここに引きます。そして装束を詰めていきます。まず袴です。そして長剣、縫い箔、だんだんと大きなものから小さくしていくんです。中に切るすり箔、かずら帯、かずらと。こんな風になります。まあ、まだもっとたくさん入れる場合もあるんですけど、まあこんな感じにしておきましょう。で、両サイドを折り込みます。で、この風呂、でっかい風呂敷で持って、これ相当でかいですね。まあこんな風に綺麗に入りました。これで持っていきます。で、これは、今は装束ですけれども、普段、まあ衣装を、装束を持っていかない時、まあ普通に旅行ですよね。旅行に行く、着物も持っていかない、リゾート地に旅行に行く状態でも必ず風呂敷で包んでいきます。くるんでいくんですね。で、中身は洋服であったりとか、洗面用具であったりとか、いろんな条件はあるんですけれども、必ずこれ使ってます。で、そしてこれをさあ ホテルに着きました。どうしましょう。普通だったら、だいたいこういうもんって、飛行機に乗ってる間にちょっと偏ったりとかしてぐしゃぐしゃになってますよね。開けてみます。そうすると綺麗な状態であるんです。だいたい動きません。で、ここから先ですけれども、こいつはせっかく綺麗な状態なんで
いちいち出さない、これごと風呂敷を持って出してやる。風呂敷からそのまま出てきました。じゃあこれをそのまま開いてあげてください。とすると装束がこういうふうに出てきます。でこれがですね、もう一つ活用方法として、この風呂敷自体は、洗えますよね。で、海外って土足文化ですんで結構汚かったりするんですよね。で、汚くなくっても、例えばホテルの一室、自分の部屋で、僕なんか特に、少し下に座るところが欲しいんですよね。で作業も基本的に僕ら、例えばなんかちょっと破れたとかで縫わなきゃいけない時も椅子でなかなかできない、やっぱ下に座りたいんですよね。そんな時にこいつはピクニックシートになるんですよね。もちろん汚いところではなかなか使えないんですけれども、例えば下に1枚新聞紙みたいなものを敷いて、でその上にこれポンと置いて開けて、で必要なものとこ置いて、ならそのままここベタッと座って、作業ができるし、ストレッチになる、正座もできるわけですね。こんな風な、使い方をしております。ですのでこの風呂敷1枚あればいろいろなことができると思ってください。その風呂敷さすがに地べたに敷くのは嫌やなって思われたら、ベッドの上にポンと置いて、ベッドの上でパッパッパッとこう開封して、必要なものを置いて、風呂敷をあと畳んでまたトランクの中に入れておくというふうなことにしておけばいいかなと思いますので、ここまで大きい風呂敷は、めったに使わないと思うのでいらないと思いますけれども、少し大きめの一般に売られている120センチとか、それくらいの大きさの風呂敷が1枚あれば、いろんな使い方ができると思いますので、ちょっと覚えてみてください。今回は風呂敷とのお話と能装束をトランクに入れるというお話でした。ありがとうございます。